みんなおとなしくてお利口さんです。お利口さんですね。かわいい、めっちゃかわいい。ありがとう。ブッダさんもいます。うわぁ、うわすごい硬い皮膚が。うわかわいい。かわいすぎる。どこ行くの。かわいすぎる天使だ。あー行っちゃった。まだちょっとあの子は人に慣れてないみたいですよね。おはようございます。ミルウォーキーの空港に到着して、これからフライトで移動です。寒い。いやー寒いですね。とりあえず空港は暖かそうなんで、さっさとチェックインして暖を取ります。ミルウォーキーから飛行機乗り継ぎで今ダラスの空港に到着しました。いや久々に来ましたね。でかいダラスは、まあ、ここからまた乗り継いで、次の目的地に向かうんで3時間ほどあるので、ダラスで食事をとって飛行機を待ちます。まあ、空港広くていっぱいレストランがあるんで、ちょっとな、2食3時間ぐらいなんで2食ぐらい食べます。はい、空港ターミナルを移動してまでパンダエクスプレスをね食べようと思ったんですけど、さっきのチックフリーのチックフリーアーですか、いまだに発音がつかめない。ちょっと朝ごはん食べすぎて、ちょっとパンダエクスプレスを食べるほど余裕がなくなってしまいましたね。今回は断念して、またの機会に食べることにします。ちょっと米が恋しかったんですが、今日はお預けで。2時間遅延しまして、2時間待たされた挙句、もう違うターミナルの搭乗口に変わるという、もう退去して人が移動し始めてます。何なんだこれは。隣のターミナルに移動しますよ今から。ターミナルを移動してからさらに1時間ほど待たされまして、ようやく搭乗が始まりました。ようやく乗れます。行ってきます。はい、ようやくタルサに着きました。今回はタルサではですね、試合はないんですけど、コンパウンドプロを昔やってたミッチに会いに来ました。はい、久々に会いました。ミッチのおかげで初めてアメリカで試合することが4年前5年前かなできて、で今週は試合がないんですけど、もしかしたら来月以降ミッチの紹介で試合が入るかもしれないんで、今回もいろいろお世話になりそうです。まあとにかく今日は疲れた。はい、疲れました。でもついてよかった。He is alive. I'm alive. Long day today.
いただきます。今日はメキシカンフード晩ご飯にいただきます。はい、じゃーん。ビールの鋳造所ですかね、連れてきていただきました。ご覧のようにいろんなビールがある中でテイスティングしたいと思います。一個ずつ、まずはこれ。Please explain me. Alright, so I believe this one here is... Hold on, we're gonna start here. This is the This Land. Then we have the Arrowhead, the Oktoberfest, and the Grand Lake. Okay. If I remember. Thank you. Not a problem. いただきます。Cheers. 乾杯。Oh, yeah, Neckert. 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 I understand that. But I had my own company for a while. Okay. And his company and I did business together. Cool. 続いてこちらを。この2つは非常にライトな、飲みやすい、飲みやすいビール。ではアンバービール、琥珀色のビールをいただきます。あ、芳醇な、なんかおつまみが欲しくなるな。そしてオクトーバーファースト、オクトーバーファーストというやつ。ああ。黒ビールって感じ、ダークな感じがします。美味しい、いや最高、いい。ビールをいろんな種類飲めるのは幸せだ。